じゃじゃん。なんていうのこういうの、ヤムチャ。ヤムチャ来ました。やっぱこれは中国のカルチャーですか。はい、ここあれ東京さんめっちゃ並ぶねんて。本場のヤムチャ食らってやるぜ。お、洗って。これ何、お茶で洗うんだって。お茶で洗う、うん、これ、うん、え、これで飲むやつじゃなくて洗うやつ。これだから OK OK OK、 あ、これ見た、ね、OK、 あ、俺洗った OK、 これ、これ OK 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 Thank you、 Sorry、 うまい OK、 まあ、はい、うまい。あのお茶がなくなった時に、うん、香港の人ね入れてあげるでしょ、うん、その時は私がこうやります。はい。うん、で、ありがとうと言うんです。そうそうそう。私が入れるとき、こうやって。そう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 。そう、こういう感じ。ありがとうです。ありがとう。うんごいは言わなくていいんだ。うんごい、うんごいでも言います。これは春巻き？はい、春巻き、黒酢。大根餅。大根餅。もちもちのやつ。うん、あ、おいしい。チャーシューまん。え？チャーシューまんじゅう。うまそう。おいしそう。お腹いっぱいやのに、気づいたら食べてるわ。いや、最近俺のハマりがあるんですよ。このいってらっしゃいして、いってらっしゃい。はい、じゃあまず俺春巻き大好きなんですよね。春巻き絶対美味しい。なんか残の何それ。鶏肉。こっちは一緒。うん、エビ、エビとの肉。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。サグは何？ん？ちょっと中国中華料理っぽい。うん。サグは何ってどういうこと？サグはが好きな味。うん。うまっ。で大根餅いただきます。うん。うん。すいません、うん、お口に合いません。辛い。辛い。じゃあ俺はチャーシューまんじゅう。わあすごい、うん。本当にチャーシュー入ってる。揚げてんじゃん。ほら見て。ほら。ほら。うわ。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。甘辛、うん、なんていうの、甘じょっぱい感じ。おいしい。日比谷も同じ味なのかな。日比谷にもお店あるらしいんですよ。ここ2店舗あんねんて、うん、ティム・ホーワン、ティム・ホーワン、うん、うん、やっぱあの香港のこれが好きかも。自分その揚げてるパンね、うん、うん、パンが美味しいんだ。パン美味しい。ちょっと甘いねんな、パン。うん、うめえ。この甘さにちょっとしょっぱさ、うん、無限。中華鍋もう一回買いたいな、家に。うまっ。大好き。ありがとう。うまいんやね。いい感じに切り抜かれますように。やべえ、うめえ。やばい。全部好きな味だわ。マジでお腹いっぱいって言ってさ。はい。うわ、なんか、え、めっちゃ良くない？なんかこの形が、なんかワンタンの皮にちょっと煮込んでる肉かな、鶏肉が挟まってんだけど、うん、うん、本当になんかエビシューマイとかそういう感覚、うん、あー、うん、これはもうおなじみだね。熱いで、熱いわ。見て、お店に入ってる。やってるか、はい。じゃあ俺、これコップに入る。いや、何それ、焼きそば。次、焼きそば来ました。うん、味薄い。焼きそばというよりかは春雨、うん、春雨というか、なんか細さが春雨なだけで麺やんな。うん、でも俺らが想像してる焼きそばとは全然違う。うん、うん、じゃあ昨日の話でもしようかな。昨日ディズニーランド行ったんですよ。香港のディズニーランドね、昼ぐらいから行って、まあ、夜のパレードまで見ようってなってて、揚げ餅、揚げ餅、うん、見ようってなってて、でけどまあパレードまでちょっと時間があったんですよ。1時間ちょっとかな。だからちょっと一回ホテルチェックインして、でちょっと休憩してからパレード見に行こうみたいになって、でじゃあホテル帰ります。でじゃあもう時間だからパレード間に合わなくなるからホテル出ようって、でホテルからディズニーまでちょっとバスで移動するんですけど、そのバス乗る手前で優香ちゃんが急に、あ、チケットなくしたって、いや出たわって、
出たわっていうか物をなくすことないんですけど、お前よりマシやし。ゲームセット。でそんなことを言われながら待ってたわけですよ。でもなそれでもないって言って、あ、もうじゃあもうしょうがないよって言って、でそのディズニーの中の写真もあるし、俺が1枚チケット持ってるから、まあこれ事情説明したら入れんじゃねって言って、でもう英語なんて俺喋れませんよ。でカウンター行って、でもう分かってる単語、まあなくすはロスとか、ロスとマイチケット、I have photo in today とか合ってんのか分かんないけど知ってる単語組み合わせて頑張って伝えたら、あー分かりましたって、いや日本語喋れるんかよってあと香港の人は多分アニメで、アニメで日本語覚えてるから、もうお腹はいっぱいかとか、あの昨日夜ご飯食べたお店の人、うん、もう大丈夫か、声もそんなに出た、おいしい、良いか可愛かったね、可愛い、揚げ餅おいしい、うん、中に入ってると分からないよ、食レポしてよ食レポ、はい、いただきます。カリカリでもちむちで美味しいけど、中に入ってるやつが何味か分かりません。うん、カリカリで美味しいけど中に入ってるの分かんないな、うん、この餅はちょっとシナモンっぽい、うん、うん、シナモンの食べ物最高、これ中のもの分かったわ、ひき肉です、ひき肉です、絶対ひき肉だよ、うん、どっちの方が似てるか勝負、ひき肉ですひき肉これがうまいやろ、ひき肉に関してはあいつらはなるべくしてなったんだな、これから楽しみだ、どうなんなんだろうって思うけどな、いや YouTube 続ければ絶対未来あるでしょ、あんたみたいなひき肉タトゥーだらけいやあるよ、ひき肉頑張れ、ひき肉頑張れ、今日ひき肉だけじゃないから頑張れば、ジョギンチャクも生相撲、右足、右足やったっけ、うん、あと何やったっけ、ちょんまげ小僧だろちょんまげ小僧ってグループ名じゃない、グループ名だけどリーダーの名前、あ、そっか、でもサグアダイアリーもそうか、サグアダイアリーって言ってなんか友達いるっすもんな、うん、昔多かったけど今いないね、その方、はじめ社長は、まあまあいろんな人出るけど、はじめ社長のチャンネルじゃん、でも個人チャンネルやん、あれは、まあね、何々チャンネルとかの方がいい、えみんな、ちょんまげ小僧はちょんまげ小僧だ、じゃあエミリーもエミリンチャンネル、いやけどそれ多分一つ前だよ、今はさ何も語尾につけないパターンが多いと思う、昔は TV とかチャンネルとかダイアリーとか流行ってたけどさ、あ結構時代の最先端に来た、古川優香ダイアリーとかつけるってと思う、ん何も気にならなかった、自分しかおらんやって、うん、お前しかおらんやん海外の人から見たら日本食のさ、うわ何これって思うやつって何があんの、えけど今流行ってるの知らないね、海外の人に日本食を食べさせる YouTube チャンネルがめっちゃバズってるんだよ、え、そんな珍しいもんかわからんから、いやだからお寿司とかさ食べたことない人がたくさんいるから、まあそうか、あるけどってことか、カリフォルニアロールとかしかないみたいな、そうか本場のやつはちょっと珍しいかもな、だからもう食べてうわやばいみたいな、美味しいんかな、反応し、カツ丼食べてやばいとか言ってる YouTube チャンネルが存在する、もう大好きでずっと見てる、納豆と梅干しがそあれ無理か、他の人からさね、ちょっと、うん、まあけどなんじゃこりゃ、今のお寿司屋さんに納豆出ないでしょ、じゃあじゃあ日本食で、あ俺多分リアルにどこの国でも生活できそう、東南アジアだったら、東南アジア向いてると思う、